ょっと考えていきたいなと。有能な店長が疲れた時、皆さんどうしますか。仕事はいっぱいいっぱいっていうふうにやったら、いらんものはもう全部やめていこうや。店長が次のステップを目指していくってことの方が大事だと思ってる。プレイヤーをひたすら頑張りたいっていうパターンも、明日でいいですかって言われたら私の身になれよなんかね、はい、じゃあ続いてのテーマいきましょうかね。はい、いきましょう。はい、そしたら次は、まあ、今度は逆に店長さんの悩みとかっていうあたりをちょっと考えていきたいなと思うんですけども、うん、じゃあこう店長降りたいですっていう有能な店長が疲れた時、皆さんどうしますかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけども、うん、その辺どうですかね、長谷さんは。お、そうですね、店長降りたいですって来た時はもう困るんですけど、うん、やっぱりそのビジョンだったりとか、次やりたいっていうことのやりがいがこう見出せない時にまあ出てくるとは思うんですけど、まあそんな時にやっぱりこう会社の責任でもあるのかなっていうところとか、まあそんなところが僕の中では結構感じたりとかするんですけど、はあ、なるほど。じゃあちょっと仮に僕が店長だとして、すいません長谷さん、あのちょっとしんどくなってきたんでちょっと店長降りたいなと思ってるんですけどって言ったらどうですか。そうですね、そんな時はあのまずどうしてって、まあ、一回ヒアリングをして、うんうん、でそこに向けてあの、まあ、課題をこう自分の中で解決していこうかなと思いますね。なるほど。じゃあその子のどうしての理由をまず聞き出していくと、で聞き出していった後のその理由をじゃあどう解決していこうかみたいなところを、そうですね、それ結構でもまだ正直あのこんな言葉が出た時はない。なるほどなるほど。出た時どうしようかなっていうのが、まあ、自分でもちょっと聞きたいなっていうところ。ああそうなんですね、はい、じゃあこの辺の話されたことあるよっていう人なんかいらっしゃいます。おお、じゃあじゃあちょっと北松さんに、はい、聞いていきたいと思います。そうですね、僕まあ正直しょってですよそうですね。でもあのやっぱ降りたいって言われるんですけど、やっぱ自分が選んだ店長じゃないですか、うん、やっぱ降りてほしくないっていうのが大事な気持ちなんですけど、うん、でやっぱりこう今までこういろんなものをこう孤独に感じてしまって抱え込んでることっていっぱいあると思うんです、うん、それをまず全部聞きたいな、うん、どんなことが嫌で、そこに至ったのか、まず全部聞いてあげて、でその後に今度はあの僕がその店長を見て、でもこういうこといっぱいできてることあるよっていうのをいっぱいこう伝えてあげて、うん、でその伝えて、じゃ あのそのできてなかったことどうやってできるようになるのっていうのをまず聞いてあげて、であの例えば仕事はいっぱいいっぱいになってるっていうふうにやったら、うん、いっぱいいっぱいになってる部分をこういらんものは全部やめていこうや、うん、これやらんでいいよっていうのを作ってあげて、うん、であの分担しな、どうしてもやらなあかんことは分担して誰かの代わりにできる子を探そうや、うん、で、できる今までできてたことをもっとこうやりやすくするようにあの環境を作っていくっていうことですね、うん、っていうのをあのやってもう一回一緒に頑張ろうや、なるほどっていうのをやっていってたんですけど、うんうん、でもそういうのを経験してたらあの結局はそうなる前にあのそういう環境を作る前が大事かなと思う。確かに、うん、そうですね。だからあの僕もそれを経験して今やってるのはやっぱりあの一人の人間ですし抱え込んだりすると思うんで、うん、常にやっぱりそのコミュニケーションっていうんですかね、うん、その理念であったりとか意味を語って一緒にやっていくためにあの行動であったりとか、うん、あのいろんなものを共有していって常にこう一緒にやっていくっていう、うん、一人じゃないねんでっていう孤独感を絶対味合わせないよっていうのは、うん、常に心がけてやってるところです、うんうん、なるほど、うん、孤独を感じるからそれで一人でずっと考えてもう無理だってなってしまうっていうことですね、うん、そうですね。なるほどね、うん、確かに何ですか何ですか、ずっと取れてくれんけど声ちっちゃめ
っちゃうじゃないか。でも他になんか店長降りたいですっていう時ってなんかどんな原因でその店長降りたいっていうのって出てくるんですかね。はい、大、まあ、悩み、うん、悩みがもうめちゃめちゃこうやりたいことよりも上回ってると、うん、そっちのこう脳みその方が大きくなるからそうなっちゃうのかなって。例えばこう辞めたいですって時って多分うまくいってないことの方が多い、うんうん、でもともとやりたいって思った時はこう目指すものだったりとかワクワク感の方が強いから、うん、その悩みの部分の方をいかにこう解消はできないですけどこう承認してあげれるか、うん、あるよね、そういうの確かにあるよねってところの方がなんかめちゃめちゃ重要なのかなって、うんはい、お願いします。はい、これ、僕は店長辞めたい、わからない、僕もパターンが今まで経験がないんであれですけど、うんうん、店長辞めたいって言われたらいいよってなんか言う気がする。でもなんかの別に退社するわけじゃないし、うんうんうん、なんかあなるほどね、なんかその店長のしがらみなんかこうやっぱ管理しないといけないとか、うん、なんか責任が乗っかるから、うんうん、なんかそういうしがらみから解き放たれて一人の美容師としてのプレイヤーをひたすら頑張りたいっていうパターンもゼロじゃないかなと思ってしまうので、いいよって言うけど聞きますよ、その、うん、いいよって言った後はでどうしたいのっていう話は絶対すると思うんですよ、うん、想像しててなんか、うん、なった時に、うん、でそれがあなんかそういうことならいいじゃんってなるパターンがもしかしたらあるのかなって、もしかしたらですよね。でもあそれはでも店長を続けたままでもいけるよってなるんであれば、うんえまあ、でもそれだったらこういう方法もあるよねとかっていう話になって、うん、結局あそうかなんかできるかもってなれば多分店長続けるって言うと思うんで、うん、なんかまずいいよって言っちゃいますね、うん、でも本当に言われたらってなるから言われたことじゃないからでもこれうちの会社の場合ってそれこそいいよって言っちゃう感じですね。そもそもまあなんていうんですかね、店長が次のステップを目指していくってことの方が大事だと思うんですよ。だからなんか店長がずっとそこにいることの方が良くないなと思ってて、次のステップが行って店長の枠が空いて若い子たちがそこに入っていくっていうのが会社の成長につながると思うんで、だからやっぱりそもそも辞めてもらった方がいいんだなと思うんですよね。でもその子にじゃあいいよで終わらしちゃって一人にさせてしまうと、ただのプレイヤーにさせてしまうとその子のポジションがだん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 居づらくなっちゃうんですよね。周りから見た時にはあの人は店長降りた人っていうレッテルが貼られちゃうんで、だから気まずくなっちゃうと。ではなくてじゃあそのレッテルをプラスのレッテルを貼ってあげればいいと思うんで、その時にじゃあ次どのステップに行こうかって話をして、そのステップを作ってあげてそこに行った時に店長じゃないポジションにつかせるっていうのがなんか一番いいのかなっていうふうにうちの会社はやってたりしてます。なるほどなるほど、はい、はい、では、続きまして、皆さんお待ちかねのテーマですね、お話がありますの対処法ということでお聞きしたいと思うんですけれども、これはよくあるあるですよね。あよく聞かれますね。すごい言われますね、うん、何ってなっちゃいますね、うん、この辺聞いていきましょうかね。多分一番言われて言わな、はい、嫌なキーワードかもしれないですね。そうですね、ドキッとする、うん、じゃあ長谷さん。はい、そうですね、今ドキッとしましたね。ドキッとしました、はい、お話がありますはもう僕も何度も受けたことあるんですけど、まあ、やっぱりもう退社っていうところはよく聞くんですけど、まあ、退社大体お話がありますの以前になんとなくもう予測できてて、まあ、周りから聞いてる雰囲気だったりとか、まあ、そういったので結構お話が来たりとかするので、うんまあ、ある程度構えた状態で話をするっていうことが結構あったりしますね、まあ、そんな中で、まあ、やっぱりどうしてかっていうところを、まあ、よく聞いたりとかして、うんまあ、解決できる部分に関してはやっぱりこう
ちゃんとそこの提案をしたりとかもしていくんですけど、大体やっぱりこう自分が目指しているところとちょっとずれてきたときに、うん、そんな話があったりすることがあったりとかしますね。確かに、はい、うん、なるほど、うん、そのなんかお話がありますって言われて、はい、であじゃあ分かった、いついつじゃあ話そうかって日取りが決まります、はい、でその話すまでの期間に何かやっとくこととかってあったりします？そうですね、うん、まあ、ある程度そこの店舗のスタッフにちょっと先に聞いて、なるほど、情報収集を、そうですね、情報収集した上でその時間を迎えるっていうところがよくありますね、うん、はい、じゃあちょっと戻ってお話がありますって言われた時って、あこの人から言われそうだなっていう予測があるのか、なんかえいきなりみたいな感じなのかってどっちですかね。やっぱり事前に聞いてるっていうことの方が圧倒的に多いんですね、僕は、はい、うん、でも最近やっぱり突然来る時も最近あったんですけど、まあ、それはやっぱりその店舗の責任者にちょっと問題がある時、まあ、話せないっていうところで、うん、まあ、僕の方に直接入ってくるっていうことが最近ありましたね、はい、うん。じゃあその店長さんとかを超えていきなりこう話が来ますってなった時にはこう話をするじゃないですか。その後店長さんとはどういうような話をするとかあるんですか？そうですね、まあやっぱりちょっと原因が、まあ、店長にある時は、うんうん、まあ、ある程度やっぱりこう責めるではなく、どうしてこうなってるかっていうのをまずは聞いた上で、自分が感じてるのか感じてないのかっていうところで、まあ、感じてるんであれば、やっぱりそこの直す方法策とか、そういったところをちょっと話したりとかするっていうことはありますね、うん、はい、なるほど、はい、なんか一旦休憩入ったからなんかちょっとまったり目に聞いてます。もう結構やりきったな、みんな出てる感じが視聴者増えたな。へえ、そうなんだ。無意識にこう耳がこうなってます。あんまり聞いてなかったね、一番聞きたくないテーマです。なるほどね、なるほどね。まあ、でもうちの社長がやっぱこうこの言葉が世の中で一番嫌いって言ってました。言ってました。なるほど。それこそ多分店長たちが多いんじゃないですか、言われることがこれ、うん、すごくですね、うん、店長から報告で聞く感じの方が多いんで、うん、これ最初大将柏さん対処法、僕は何度かありますが、うん、まあ、基本はでも冷たいって言われるんですよ、うん、その対処法は、うんうんうん、冷たいって言われるんですが、対処法としては、うん、お話がありますって言ったら、じゃあ話しようんで、まあ、やめたいですって言われたら、あ、OK 分かった了解、うん、からスタートなんですけど、うんうんうん、この了解がすごく冷たいって言うんですけど、うん、やめるまで考えてきたやんって思うから、うん、了解ってまず飲み込んであげようってい う, うんなんかこう最後になんで彼女じゃないのになんか引き止められてほしいみたいになるから、まずは受け入れてあげて、あ、そっか、何があれやったんっていうのを聞くような感じになってるから、対処法というか、まあ工程としてはもう僕の場合はもう受け入れるってい う, うで、まあほぼこじらせて結局やめへんやんっていうやつってこの入りじゃないんですよ。でやめる子はこの入りなんですよ。お話がありますはもうやめる子の入りで、やめへんやつはなんかこういうのがあってこういうのがあってっていろんな事情を説明されてやめたいんですみたいになるから、それの方もやめたいちゃうくないってなると、いろいろその問題取ってあげればもうじゃあやめなくていいかなってなるけど、もうこれはもう結構決めてきてますやん、うん、そうですね、もう話じゃないやんみたいな、うん、だから受け入れるしかないんやけど、なんか冷たくされたって言うけど、いやもうむちゃくちゃやんと思うんですけど、でもまあ受け入れて対応するしかまあないかなと、うん、はい、僕の場合はそういう感じでやってます。はい、ありがとうございます。なるほど、
まあ、じゃあ、行きましょう。いいですよ。大かぶりしました。全然問題ないですね。全然問題ないです。いや、僕、メンターの話聞きたかったんですよ。すみません。ザ・メンターのお願いします。ザ・メンターお願いします。はい、お願いします。ザ・メンターお願いします。ザ・メンターお願いします。お久しぶりです。お話がありますは、あの、生ものなの、お刺身なので、なのでいつ喋るかがすごく大事で、あの生の間に喋るっていうのが私の中では絶対なんで、すぐ喋る、もう何より優先順位が高いっていうところが、あの腐っちゃっていけばいくほど鮮度がもう悪くなればなるほどどんどんもうやめるに近づいていくと思うので、本当にお話があるんですっていう時には一番優先順位高くあの予定を入れる。どうしてもあったら仕方がないけど、その日もしくは次の日とかどこででも話せないかっていうふうに、まずあの向こうにアポを取るっていうのを私の中で絶対なんですよ。でその中で最初はやっぱ段階あると思うんですけど、まあ、お話がありますって言われやすい人に、まあ、なるっていうのも一つなんですけど、あの最初段階としては、まあ、辞めたいとかっていうのが多かったけれども、その時に辞めたいって言われたらそこから話進まんから、その辞めたいっていうもっと前に話してほしいねっていう話をずっとしてきてたので、最近 お話がありますかっこ退社じゃありませんとかいう、なんか LINE とかがよく来るようになったりとか、あの心配されると思いましたので、あの退社ではないっていうのだけ伝えておきますとかって言ったら、働き方のお話やったりとか、いろんなお話があの来るようになったっていうのがあって、そのお話イコール退社じゃなくて、キャリアのお話とか、なんかお店のお話とか幹部のお話とか、なんかそういういろんなお話がありますので、逆に噂を聞く時もあるし、逆に噂を聞いても何もないっていう状態で聞きに行くっていうのも最近意識してるかなっていうのもあって。なるほどなるほどね、さすがね、ザ・メンター。ザ・メンターは違いますね。でやっぱそのやっぱ前からすごいやっぱこうずっとこう積み重ねてっての今ですね。でももちろんやっぱり退社の話でもう辞めるって、もう決めてる人は決めてるしっていうのもあるけど、まあ本当ちっちゃいお話からされる人になろうっていうのも大事かなっていうふうに思います。あれもありますね、幹部と社長は違うっていうのもあります。社長に言うときはもう相談ではもうない状態で来ちゃうから、もうすでに私も人事で最終的に私が決めるみたいな感じなんですよ。でも私人事の顔と保健室の先生みたいな立ち位置もなんか2つ多分あって、よう私のとこ来たなっていう時もあるんですけど、どっちかって言ったら最近この保健室バージョンみたいなのが多くなってきたかもしれない。注射打つね。私の中にんにく注射打つ。元気にしてあげてね。なんかちょっとだけ客観的に聞いてくれる人みたいな感じのポジションの時もあれば、もう決断っていう時もあるんですけど、まあどっちの要素も兼ね備えてるかなっていうところで行きたいと思っています。なるほど、素晴らしい、素晴らしい、メンターですよ、メンター、それはもうメンターですよ、メンター、素晴らしい。なんかあのカシーさんのなんかはい了解って言って、あの過去に僕もまだ今のポジションもっと下の時にいた店長の人が話があるんですって従業員から言われて、実は辞めたいんですって言って、うん辞めてって言って結局辞めなかった子がいました。逆になんか、もうやめてって、逆にやめる子、やめやええがんっていう、なんか勧められて、でもなんか多分、そこからそれこそその話、結局話するんですよね、めっちゃ。しますね。それを言った後に、なんかこう、一回受け入れてるか、向こうも言いたいことを、言ってくるんですね。言ってますね。で、それを結局吐き出して、じゃあこうしたらいいじゃん、したらいいじゃんって言った結果、なんか頑張りますってなって、なんかやめなくなかったか、同じ感じなのかなと思いますね。なるほど。そうね。でも僕は絶対言わないですけどね。了解は。了解は。了解は。言えないです。了解は言えないですね。おう、どうしたって言いますね。でも多分あれもありますよね。離職はいいと思ってるタイプなんで。ああ、そもそもね。そもそももう離れてくもんは離れてくでええやんと思ってるんで。そんなにこの意固地に
うちだけやっていうやる必要もないなと思ってるんで、人生みんなそれぞれあるやんっていうスタンスの中で、うん、いろんな生き方を応援するよっていうスタンスやでっていう。そうですね。そう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 。だからまあ、とりあえず辞めたいまで考えてここまで来たならよく考えたな、了解みたいな。そういう意味の優しい。この優しさですね。優しさがいます言葉の。っていう意味での。そう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 。よくまあだって何日も多分悩んで、LINE を今だと LINE じゃないですか。そもそも、もうあの LINE が夜来た時に。今話せるってこっちが言った時に明日でいいですかって言われたらこっちの身になれよって。いいわけない。明日までこれは無理、刺身じゃないけど生もんすぎて明日俺は食べるのしんどいでってなって今すぐ電話が入って電話するとまあそういうことやってて、じゃあ明日ゆっくり聞くねっていう、とりあえず結論をまず聞かせてもらわないと、その括弧がないとこっちが生きた心地しないじゃないですか。もう全然そうです、そうです。だからそこは徹底してもまずは話しようっていう。でも対処法で言うとじゃあすぐ対応するっていう。すぐですね。なるほどなるほど。僕場作りだけは気をつけてますよ。おお。正面向き合わない。おお。横でなるべくカウンターのカフェとかに行って、こうだともう振られる側と振る側の面がめちゃめちゃ気になるから、こうなってテーブルにノート1枚置いて。言ったことだけを全部書き続けると。それいいですね。確かに話しやすいですよね。そう、なんかこうもう覚悟決めてくるじゃないですか。まあそうそうね。言うことも決めてくるじゃないですか。それはもうこれ受け止めてってなるのがしんどいから、一旦お互いこうこっちに向けるような感じで。でももうやめるときはやめますよね。なるほど。新しい手ですよね。それも一つの。確かに筆談するのかなと思いました。お前どう思ってるの。任せください。任せよ。並んで紙とペンあって、ちょっと待って交換日記みたいな。あ、そうか、言ったこと書いてくるんだ。そりゃそうよなと思って、すいませんでした。おもろ。私でもその書いた紙を全部書いて最後に見せるんですよ、スタンプに。これ全部言ったやつやけどどうって言ったら、あーって言って言ったやつをなんかこう最初と最後言ってること違うなとか、なんかそういう自分の頭の中をなんかその子にも見せてあげるみたいな。言ったことしか書いてないけど、それそれ、いやでもそう言いたかったの。それそうね、最初と最後確かに言うこと変わってきてますもんね。なんか言ったらすっきりしました。そんな話すの上手い人そんないないじゃないですか、自分のことを。そうだね。でも言いながら、向こうも言いながらちょっと悪いなと思って勝手に修正したりするじゃないですか。とか、そうそうそう、さっきのやめようと思ってきたけど、なんか実はやめるんじゃなくてこれが嫌やったとかっていう話に変わったりすることもあったり。それです。あ、それです。さすが座面。座面だ。それはごちそうさまです。ごちそうさまです。いやでもね、お話がありますのハンターといえばやっぱり甲斐のりゅうきじゃないかなって思うんですけども。そんなことありましたっけ。お話ハンター、お話があります、はい、そうですね。僕、まあ、そもそもお話がありますをこう、まあ、皆さん聞いていただく中で、なんかお話がありますは要は枕言葉であって、やめたいですを言うためにこれを言ってるってことですよね。それを前提で話をした時に、まず僕が最初に本人にも言うんですけど、辞めたいっていうのは目的ではないよって話をするんですよね。で、辞めたいっていうのはあくまで手段であると。だから本当の目的が何なのかっていうところをまず一緒に見てこうねって話をすることから始めるんですよね。本当の目的ですね。だからそこが本当はどうしたいかっていうのが結局は一番大事で、まあ、これが嫌だあれが嫌だっていうのももちろんあると思いますし、じゃあその嫌なことがなくなった時には頑張れるのかどうなのかって聞いてみた方がいいと思うし、こうなりたいああなりたいがあればそこに向かって話をしていくことが大事だし、じゃあそうなるために会社がどうやって手伝っていったらいいのかなってことを話すことがすごい大事だったりとか、なんかそういう別にそもそも僕自身も辞めさせないようにしようと思って話しに行ってるわけでもなくて、その子の未来がより明るくなるにはどういう道に進むのが一番いいんだろうかっていうところを考えながら喋ると、でしかもそれをちゃんと相手に伝えてないと、
相手はごまかしてどうにかやめる方法を喋ってくるんですよね。だからもうそれは一旦置いといて、だからやめた方が未来が輝くんだったらそっちに行った方がいいよって僕も言うから、だから嘘をつかずに本音の気持ちを教えてねっていうところで話をしていかないと、もう取り繕った話で終わってっちゃうなと思うんですよね。確かに、うん、だからまあそっからじゃないと何も話が始まらないなっていうところで話をしてって、本音をずっこう言ってって、ああなるほど、じゃあそれ言ってくれたらもっとこういうことやるよっていうので、え、じゃあこうやってみようよって話をしてったら、いつの間にかやめたいの話がどっか行っちゃってるみたいな、でこれ今日何の話だっけみたいに僕もなってたりしますね。っていう感覚で、やめたいですは実際まあ、離職が低いって言われてるといえど、やっぱ結構来るは来るんですよね。だからその時に僕が構えすぎずに、なんかじゃあ別に今どうしたいじゃなくて、どうなっていきたいをちょっと話してこうよっていうところが、まあ、結局一番大事なんじゃないっていうところで話をしてるっていう感じなんで、僕はそこに対してあんまり怖がってないかもしれないですね。こっちが怖がらないが一番大事かもしれないですね。要は悩み含めて、まあ、これ全然まとめとかじゃないんですけど、悩みとかってそもそもネガティブなイメージを持たれやすいですけど、悩みって別にネガティブなものじゃなくて、もっとこうなりたい、もっとこうしたいっていう、より良い道に進むからこそ、進みたいって思いがあるからこそ悩むんですよね。だから悩みっていうものはもっともっといい方向に向かうための必要なステップであって、だから僕がよく皆さんに言うのは、悩みっていうのはネガティブなものじゃなくて、悩みとは希望の表れなんだっていう話をするんですよ。だからその希望を叶えてあげれば、どん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 その子も成長していくし、前に向かっていくんじゃないかなっていうことを話をさせていただいてるっていうような感じでした。なるほどね、はい、なるほどねその前提で聞いていくと、やっぱりお話がありますっていうのはやっぱ希望の光だっていう感覚で ね見えていきますからね。そう、だから怖がんなくていいですよってことですね。はい、いや、それにしてもいい時間でした ねいい時間でした ね、それそう、なんかすごい重いタイトルばっかりだったんですけど、すごいなんか面白くて、なんか希望に向かっていくみたいなトークができていったんで、すごいなんかやっぱりこの番組なんかやらせてもらってよかったなってすごい思いましたね。すごいよかった。そうですね、なんかすごく皆さん柔軟性があるなっていうのを感じましたし、やっぱ先ほど許す心っていうのも、まあ、おっしゃってたと思うんですけども、やっぱそういうまずはちゃんと話を来た時に受け入れていきましょうねっていうのが、なんかこの話の中では共通だったかなって思いましたね。でその先にじゃあどうしていこうかっていう前向きに捉えて話をしていくっていう流れが、まあ、必要なのかなっていうふうに感じました。確かに、はい、本当今までの美容業界になかったなんか教育というか考え方、リーダーの背中っていうようなテーマで今日お話だったなと思うんですけど、なんか本当にこれからの美容業界がすごくなんかどん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 逸材が育っていくんじゃないかなって、そんな風になんか感じましたね。はい、じゃあ北巻さん、今日はどんな感想でしたかね。はい、やっぱ皆さんの意見をすごい聞かせてもらったっていうのが、やっぱ間近で聞いてるんで、結果僕が一番勉強になったかなと思うんですよ。はい、もうカンペじゃなくて濃度取りたかったんです。まあ実践できるかどうかっていうのもあるんですけど、まあ、そういう気持ちにまずなるっていうのをまず持って、で、できるかできないかじゃなくてまずやってみるっていうのを、もう帰ってすぐにやりたいなって、皆さんの熱いもうパワーをもらっていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ナミさん、はい、本日いかがだったでしょうか。いや、ありがとうございました。もうめちゃくちゃ勉強になりました。はい、いっぱい喋らせていただきました。感想でしたね。感想薄っ。急に薄っ。落ち持ってくるな。全然考えてなかったから。編集上でも、はい、ここで終わ
った感じにも多分で今のね、今のね、フェードアウトして終わりです。笑ってフェードアウトで終わりで大丈夫です。カメラマンがカットします。安心してください。宣言されたんで。はい、ということで、メンターアカデミー課外授業企画、視聴者幹部やナンバー2の悩みを聞き切るのコーナーでした。ありがとうございました。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。非常に内容の濃いお話でありました。ありがとうございました。ありがとうございました。あのメンターアカデミーとしては、もうすでに大阪、東京、あとこれからまあ名古屋だったり仙台だったり、あと沖縄だったりっていうふうに、全国で始めさせていただいてるんですけども、まあ、それ以外の地域でもこれからどん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 あの広めていければいいかなと思っておりますので、もし今回この見ていただいて、ちょっとメンターアカデミー気になるなっていう方がいてくださいましたら、あのメンターアカデミーのインスタグラムがありますので、そちらに直接 DM をいただけるとお答えできるかなっていうふうに思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、まあ、メンターアカデミーのこのインスタ、こちらまで、はい、こちらまで、ぜひお問い合わせくださいませということで、改めまして、メンターアカデミー課外授業企画、視聴者幹部やナンバー2の悩みを聞き切る、これで終了します。どうもありがとうございました。輝く女性美容師、ぶっちゃけ女子会です。居酒屋とか行っても、うわこの子うちに欲しいみたいな。めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。売れる美容師にできるみたいな。